第3代ソウルズベリー公爵ロバートガスコインセシル第1次ソウルズベリー公爵内閣は1885年7月から1886年2月まで続いた保守党党首第3代ソウルズベリー公爵ロバートガスコインセシルを首相とするイギリスの内閣である自由党政権第2次グラントストン内閣はアイルランド共圧法の更新をめぐって分裂 対して保守党は、ランドルフ・チャーチル卿の主導で、アイルランド議会党党首チャールズ・スチュワート・パーネルに、接近を図り、強圧方向心に反対した。これにより、両党の協力関係が出来上がり、1885年6月8日の、庶民委員で保守党と、アイルランド議会党は自由党政府提出予算案の修正同義を可決させ、グラッドストン内閣を総辞職に追い込んだ。 1881年に、初代ビリコンズフィールド伯爵ベンジャミン・ディズレーズ・レイリーが死去して、以来、保守党は、前党党首が不在であり、庶民院員保守党は、サー・スタッフ・フォード・ノース・コート順断尺、貴族院保守党は、第三代ソールズベリー公爵ロバート・ガス・コイン・セシルが、指導するという両院別この2党首体制をとっていた。しかし、ノース・コートは、庶民員保守党を統制できず、 ランドルフ・チャーチル卿やアーサー・バルフォアラ第4党が彼を差し置く形でグラッドストン政権批判を展開していた。そのため、この1885年の時点ではノースコートの権威は墜落しており、注目の一致する保守党指導者はソウルズベリー公爵であった。ビクトリア女王が組閣の対面を下したのもソウルズベリー公爵だった。 しかし当時保守党は自由党に170議席以上の大差をつけられている少数党であり、政権をとっても自由党が敵対的態度を取ればすぐに潰されてしまうため、ソールズベリー公爵は対名排除を瞬巡した。一方グラッドストンも自由党に不利であろう、即時の解散総選挙を恐れていたので、結局即時解散総選挙をしないことを条件に自由党は、 保守党政権への攻撃を控えるということで、両党は合意した。こうして6月23日、ウィンザー城に参大したソールズベリー公爵は組閣の対名を排除することになった。第一次ソールズベリー公爵内閣は、少数与党政権であり、アイルランド議会党に依存するところが大きかった。そのため、同党への情報を起とし、アイルランド大法官初代、 アシュバーン男爵エドワード・ギブソンの主導で、アイルランド賞作人に定理で土地購入費を貸し出し、自作農家を促すアシュバーン法を制定した。外交では、インド担当大臣、ランドルフ・チャーチル卿と、インド総督初代、ダファリン伯爵、フレデリック・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドの主導で、ビルマへの軍事侵攻を行い、同国を、英領インド帝国に併合した。 1885年11月の解散総選挙は自由党334議席、保守党250議席、アイルランド議会党86議席という結果になった。自由党が多数党のままだったが、キャスティングボートを握るアイルランド議会党は、グラッドストーンがアイルランド自治の方針を確約していない現状では、 自由党に協力するつもりはなかったので、ソールズベリー公爵はその後もしばらく政権に止まった。しかし審議会の召集までの間にグラントストンはアイルランド自治の方針を公表。これにより1886年1月21日からの審議会では自由党とアイルランド議会党の連携がなり、ソールズベリー公爵内閣は1月27日の庶民院の採決に敗れ、 総辞職を余儀なくされた。代わって第三次、グラッドストーン内閣が成立する。ありがとうございます。